新年明けましておめでとうございます。思ったよりなんか思ったより揃ってなかったな。向こうで揃うとか無理やな。リテイクする？さすがに。一人ちょっとフライングしすぎてるやつがおったけ。じゃあはい。テイク2、テイク2します。新年明けましておめでとうございます。はい、よくできました。新年早々働いてる僕らは偉いってことで、あこうさまお年玉ください。あれです、なんだっけ、進まねえんだわ、なるちゃん。僕のね、ほら流れ聞いてない。何も聞いてないや。じゃあもういいや、進んで。このまま行くわ、もう。流れ、その方が面白いわ。じゃあもう年玉もらえないじゃん。もらわなくていいよ。悲しい。じゃあなるさん以外があこうさんからもらうということで。そうね。はい。じゃああこうさん家にはね、あこうさん家のお稲荷さん僕が全部もらうんで大丈夫。別にお稲荷さんはいらないわ。なんで頂点の上にお稲荷さん置いてある前提なの。と思ったそれは。飼い主やから。飼い主って言うな。あらがし間違ってない。じゃあお年玉はもうそれでいいわ。はい。はい、諦めてる。だってこれもう一生お稲荷さんの話で進むでしょう。いや賢いわ。本題進めましょう。はい、じゃあ企画説明の前に参加者に名乗ってもらいましょう。まだ話してる？落ち着こうね、なるくん。日焼けだからさ、やっぱテンション上がる。目って食事中テンション高いんだよ。また目って言われるぞ。年明けにテンション高くなくて1テンション上げるんだって話。はい、オッケー、続けましょう。続ける。一通り喋るなるちゃん。諦めんな。ダメだよ。食べなくてダメだよ。はい、じゃあ進めます。あこゆかメンバー、まずじゃあ僕から名乗りますね。こんばんは、聖者の子。僕は葬儀屋のいすみるき。あこゆかでは虚飾を担当しております。よろしくね。パチ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 。はい、じゃあ次、あこうさま、どうぞ。小生、聖魔の村、ナワーコ、あざなお、ショーケラと申します。13神仙が一人傲慢の罪担当、以後、お見知りおきを。イエーイ。イエーイ。反応薄い。びっくりした、無言で進めるのかと思った、今。いや、なんか、普段から聞きすぎて、こう。ああ、聞き流した感じで。じゃあ次、なるちゃんどうぞ。どうもこんにちは、狐ヶ崎です。あけおめことよろ。そういえばそういう話やったわ。忘れてたね。忘れてたろ。そういう話やったわ。こいつ邪水断罪担当です。はい、ありがとう。別になんか最近名乗ってないけど、なんかそういうやってます。名乗ってかないんだね、自分で。はい、じゃあさいちゃんどうぞ。うん。赤いバラサイカだぞ。正義の罪。それうまいのか。同族や。チョコになっちゃう。正義キャラなんてそう思ってないぞ。新年早々他の罪に乗っ取る。うん、それもありかもしれない。はい、じゃあ今日は暴食ってことで。次、おられそうだ。暴食の人に。はい、正しくは正義です。じゃあ次、しきくんどうぞ。はい、タイラです。あきまるしきです。よろしくお願いします。はい、今日は5名でやっていきます。参加するって言ってた約1名は来ないので。じゃあ彼は夢の中で参加っていうことで、脳内で保管してください。初夢。初夢にはあいつが出ると思います。はい、よかったですね。まあ11月本当にそれでいいのか。やめろやめろ、本当のことを言うんじゃない。いいよっていう人がいるかもしんないじゃん。それはそう。はい、企画説明します。誰が何を書いたんだろうな。そう。てかどういう順番でルキさんが出してくるかもちょっと気になる。いやあ決めてない。ああいやマジでやりたかったんだよな。とりあえず最初と最後だけ決めれば中は何でもいいわ。ちゃんと中の順番のさ渡すセリフ決めてたのにさ狐ヶ崎に取られてさ。ちゃんとイマジナリーお稲荷に取られたから。ちゃんとお金を渡す用意してたのに。36万、いや1万4000円だったか。まあいい、私にとってははした金だが君たちにはおそらく強欲にだいぶもらってる。強欲いたで4000円の落としだろ。だいぶもらってるけど腹を立て直すのもっとお金入れるよ。それはそう。ちゃんと落とし玉なんで落とし玉だけでかけようとしてるの。お前おじゃる丸の世界の天動学のビンちゃんと同じこと言ってる。しかもさ、今さらちゃんと設定持ってきて帳尻合わせすんな。素晴らしい。ちょこちょこだって出してるし僕偉いよ。いやでもやっぱあれだな、シャンクスが一番面白かったな。あれを本番でやらないとマジで本当にあれ録画してないよ、音取ってない。お年玉をお前に預ける。リテイクせんでいい。必ず返しに来い。いらない。セットがない。リスナー落とし玉。大丈夫、リスナーはね、初めて聞いたから。いや、僕らの反応がな。反応がさ、面白くないけど、なくなっちゃう。1から8の中で好きな数字って。7。あ、いいよ、さいちゃん最初に言ったから7ね。あ、やった。ラッキーズ。そう。7の。7、3つ揃うとね、嬉しいんでね。ガチカスの発想おふさわしいね最初に。はい、僕のです。一人でも多くやつをやる。はい、これさ、やるってさ、殺すっていう字使ったらなんかアウトなのかなって思ってカタカナにしたけどさ、エッチだよね。そう、僕の場合やる、これちょっと丸にしときゃよかったね。いや別にカタカナのやるでもちょっと手伝うよ。いやでもこれあれでしょ、いや編集でさ上から黒塗りしといたらいいのよ。賢い。じゃあ評価これでいい？え？評価賢い？評価違うな。あれ？これの評価じゃねえなそれ。頑張ってください。はい、頑張ります。面接官？だいぶ圧迫面接の切り方だけど大丈夫そう？僕がこの前受けてきた面接やん。これアコイカじゃないとできないとかそういうことあるんですか？やめとけやめとけ。多分それその後も響くぞ。初子貫徹せんとダメなやつやろそれ。ダメですよ。手伝うよ。え？手伝うよ。ああ、その対象に君が入ってるんだけど大丈夫？え、なんで？初子入ってるの？入ってるよ。君が僕の理想じゃなくなったら殺す。あ、言っちゃった。大丈夫、音声って。あ、女性は常に君の理想で続けてる。いや、僕は神ですけど、ちゃんとね、僕はお稲荷さんしか食べてないんで。うるさい、邪神。新月の時は。邪神は切られるんだよ。新月の時、まずこいつやりな。新月欲しかったらいつでも言ってもろて。あー、ありがとう。じゃあ、次1から7の間かな。所詮2が好き。1番じゃなくていいと。2番。蓮舫やん。蓮舫の記事。うん。自分で自分の選んでね。所詮やん。さっきからなんか、ここにいる人のしか出てこない。いや、ほぼここにいる人しか書いてないからね。実際。だって、8分の5いるやろ。うん。確かに。じゃあ、所詮、書かせていただきました。バンリークー。どういう意味？かっこいい。一つの目標に向かって努力し続けることっていう意味ですね。へえ。万里っていうのはね、めちゃくちゃ遠い距離のこと。万里の頂上的なやつ。万里の頂上。クソ長い。行くっていうのは一つの空のこと。どんなに遠い距離、どんなに遠いところまで向かったとしても、世界は一つの空の下であるという。それなんかさ、仏教元になってたりする。そうなの？いや、なんか中国の古事聖語っぽいと思って。たださ、思ったのがさ、それが新年の抱負っていうことはどういうことですか？つまり今年も頑張る。小生はまさに傲慢なので、小生は空なんですよ。ああ、なるほどね。どんなに遠い距離君たちが頑張ろうと、小生は常に空で見る。小生は違うやん。絶対違うよね。小生は君たちが日々努力している様を上から眺めといてあげる。え、天国から見てるってこと？なんで死んでんねん。おしぎとなくした。多くやるの一つに入っちゃってるやん。やられてもうてるやん。もう成立した？あ、やべえ、新年早々達成した。やったね。あれもう。タスク達成早すぎる。君の殺害能力に関しては小生生き返れないからやめてくれないか。でもまあガチな話をすると、これ実は宮本武蔵がね書いた本に載ってたんですよ。へえ。ね、この本の中では、世界は空の下に一つであって世界は一つにつながっている。だから長年鍛錬を積み重ねてきた境地に達した時にようやくたどり着ける場所らしい。へえ。努力した先にある、あ、世界は一つだったんだ。善は一、一は善なんだ。小生はそこを目指していきたいと思います。へえ。へえ。つまり悟りを開くってことでよろしい。よろしい。よろしいらしい。髪の毛刈らなきゃね。坊主にするの？そろそろ刈るか。あ、ひじきだ。どうぞ。ピートロトム自己紹介して。今外です。外か。じゃあ名乗るのは後回しにするか。まあてかもう今多分字幕で出てるわ。うん、あ、オッケー、じゃあはい書きます。悲しきバイト戦士っていう字幕で。悲しき。なんか言おうとしてるぞ。なんか女優になろうとしてるでまた。新年早々。女優じゃないかもしんねえだろ。阿部寛かもしんねえだろ。仲間由紀恵さん。待たせたな。待たせたな。どうしたんすか、山村貞子さん。あ、後ろにトラックがいる。引かれないでよ。転生したらガソリンスタンドだったけん。異形頭の本望やん。新年早々事故動画あげる。いやもう最高に事故やったけどないよ。じゃあ次1から6の間で。45。45ってことは6が7回回って3。3？ あー。やばー。クラフィルムやばー。あ、待って、ふざけんなよ、あいつ。あいつふざけんなよ。あいつ。他にも15枚書いたそうです。15枚書いたうちのこれを。選抜メンバーや。そう。でその上で1個選んでって言われたけど、ね、一つだけで突っ込みたいんだけどさ、真ん中下生きるイギるってなってんだけど、もう生きないロビー月間ロビーが入ってんのどういうこと？そうってさ、いっぱい書いてもさ、そのうち1枚を選抜して選ばないといけないからさ、なんで6枚出すっていうちょっとさ、なんでいいんやろ。考えなよ、赤床が常識にとらわれるわけねえだろ。右上のさ、ルーじゃないねん。大丈夫、大丈夫。右上もそう。なんかメンタルと効果を起こしてるやん。生きるちゃんと褒めてないし、生きるの生き。いやでも左、真ん中上はもう出るだもん、もう完全に。気合いは感じる。めっちゃ好き、めっちゃ好きやわ。一番上手なのを選ぶとしたら右下か。そうね。ああ、そうだね。味があるのは右上だと思う。逆に達人に見えてきた。ね、右下のやつがミリムって字がすごく整って良いと思う。ああ、確かに。そう。右上と左上のルーは多分ルーに至るまでも証券の一個前よ。いや多分ね。もう一個戻ったらただの図形になっちゃう。ルーン図形になってしまう。これルーン文字かなんかで見た気がするぞ。右さんのやつだけで5時間喋れる。右下はね多分ね最初の方に書いた方やね。まだ集中力ある。左はもう集中力ない。これ自分で選んだから親と言って選んだから。よう出してきたよね。習字めんどくさいじゃん。なんか偉い。うん。ね、こういう抱負っていうのでさ、二乗するという発想が出るのがなんか真面目やね。かっこいいわ。かっこよく言うのになんで一瞬惚れたやん。一瞬惚れたやん。そのまま出たんだよ。取り組む姿勢が偉すぎる。終わったけどかっこよくないって言い直したんだよ。出かけるっていうのはやっぱいいですよね。いいですね。映画っていいですよねみたいな終わり方すんだよ。ではもう終わったんよ。もうそれについては本人に聞いてくれ。聞いて。頑張ってよかった。頑張りました。これの後に私を出してくれ。出す予定だった。形式だから。鈴形式だから。いやこれはねさえちゃんの出した方がいい。オッケーオッケー。じゃあさえかさんの行きましょう。さえかさんの。いやおもろいわ。これさ、日本語上のやつ誰が書いた？タコさん。女性。あ、真面目やな。それは思った。案外真面目にこの人書いてきたと思って。お前のお年玉を。お前のお年玉？お前のお年玉を俺に預ける。怒らしてんやん。お前絶対返さないやつだろ。やめとけよ。わかるかこのものかぶりした上にボールペンで雑に書いたやつ。わからん、生切るかもしれない。そしてな、これなちょうどいい紙なかったからこれ封筒に書いてる。封筒に書いてちょっと変やなと思う。全部雑。世界一雑な今年の方に。ほんまにそれでいいんだ。今年のこれね、例年これだし、なんならルも人のこと言えないくらい雑いし。いやでもちゃんとルやから。ルある。だから大丈夫。いやでもさ、ルに勝ってるはルの綺麗さ以外何もないよ。せやろ。あでも勢いもびっくり2つ。あるからちゃんと。いける。そうそう。だね、これ書いた時の状態もね加味してほしい。コロナで猛烈出てるんだ。マジで生きてって思ったもん。僕書いた時出てる時なんだこれ。これがゆえの生きるや。木の三角目のさハゲがさ滲んでガンガン。よく見てんな。ちなみに失礼じゃん。これで字綺麗はさ暴言じゃねえ。やめて。絶対バカにしてだろ。読みやすい。荒々しい字想像してだろ。なんかビリム君がさ15回かけて生きるを変えたのに対して1回で生きるを表現したさがなんその美術的な評価の仕方はリテイクなしです。これはこれで面白いと思った。ザ・ファーストテイク。そう1回目のね衝動大事。そうだね。面白すぎるんだ。しかもめたい話でするとさ最年少と最年長が被ってんだよね。そうよ。今年の1月から4月の間ダブルスコアだったこの。そうだ。ビリムが2人いないとサイカさんに追いつけなかった。そうだよ。いやけどさ、追いついた。つまりさ、アコユタ全員の精神年齢はほぼ同じだということを示唆している。つまりは。スキルで平均取るのやめてくれる。どこで平均取るの？上下が生きるだからうちらも生きることかも。やばい、生きることは大事。オセロ形式でね。YouTuber の間ではね、今日も生きてて偉いっていう格言がありますから。そうね。はい。優しい世界な。優しい生活はもう意味わからない。優しい生活。はい、じゃああと何個？1、2、3、4。つぼったやん。はい、じゃあ1から4の中で4全部選ぶな。ずっとなるのターン踊ってるせいで安定してない。いやでもね程度ねどっしり感はね評価したい。まあ上がでかくて下がちっちゃいより下がでかくて上がちっちゃい方が安定はしてるよ。確かに上の安定踊ってんねんけど。いやだからこれは100人乗っても大丈夫的なこう下がしっかりしてるおかげで上でタップする。そういうこと。なるほどね。深いメッセージ性を感じられますね。解釈が完全に茨の道でタップダンスなのよ。俺さ、これ一番気になるのがさ、ガンクさ、右5番がかにガクバーみたいな。スクショや。あれが自分のアプリで書いて、それを PDF なり、そうね。しないでスクショ取って送ってんの。ピンクにしろや。一応聞いとこ、安定って何？いやだから今さ就職しろって言われてるから。それはだって安定とはってもうねあれですよ、自投手に構えてね、ブエです。スボン？相撲始めたの。どっしり構えてってさ、あれかもしれない。実家にどっしり構えてますよ。家から出ない。ずっとギートだという意識かもしれない。こっちのどっしりはダメだろ。まあ、仕事するもんという意味での安定という。安定した職業についてください。はい、頑張って。よろしい。ちゃんと安定卓取ってもろて。いや、たまにはでも読みをどうしていかないといけないんだよ。そうね。はい、1から3の中で選んで。ミリ君どうぞ。2.5。どういうこと？これは死者誤入したら3やね。2.5 次元俳優は3次元に生きてるので3ということだ。はい、じゃあ3で。いろんなところに喧嘩売ったような気持ちになる。ついででさ、なんかラリアットをいろんな方向にかましてくれる。マスティちゃんだ。マスティちゃんかわいい。あごさん、私が白髪いますってやつ。いやでも人間対マスティマさんがこういう。人間対マスティマちゃんだからこれ。そうね、大体まあ。いやなんかあれこんなんやったっけっていうのはちょっと思ってはいるんだけど。人間対マスティマさんはなんかもっと髪は短かった記憶があるから。情報を全く覚えてないんだ。新年の抱負がさ、知ったけど心に見えるんだけどさ。あと横のテントね。新年の心に見えるんだよな。いや、マスティマさんはもう十分すでに可愛いからね。女子力。ここから猫さん出てきたい。やばい。待って、上と比べて女子力。いやでもいや、もしかしたら新年の抱負たくさん可愛くなるさんのやつや。なんだと？合作の可能性。たくさん可愛く安定。もうそれは自信の表れやろ。いやけど、マスヤさん G めっちゃ可愛いね。ね。声も可愛いし、文字も可愛いし。猫さんが気になるわ。猫さんが気になる。あの人マジいつもどっから出てきた案件が多すぎるね。どっから出てきたんですか。いや、そうさ、私イコールマスヤなのかどうかもまだ。世界観がちょっと。誰を描いたの？さんの画像という方面をさ、ここでちゃんと表現してくるのがやめてもらって。しかもあれな。マスティマさんらしい。俺の方でさ、画面表示小さいからさ、小さい「い」がさ、潰れてさ、小さい「次」見えてさ、マス天馬になってるな、俺の方だと。そう。元ファイルで開くとちゃんと小さいなんだけど。すごい風の音。寒いんだ。もうまるで雨の日って感じ。どれだけ台風の中に。もうすぐでさ、電車の駅着いちゃうからさ、そしたら入れないから、ここ俺はもう風が強い人まだ。あ、ミリン君のまだ出してないけど、本人なしでやる。今のうちに。あ、ミリン君の行こう先。いや別に最後までいるけど、電車0時ぐらいまである。ちょっと。いやでも寒いやろ。え、風邪ひいてまうでそれ。やばいこと言うても。おいおい、そのフォントいいな。すごいな。自作だろこれ。自作だよ自作。ちゃんと自分で書いたやつじゃん。あ、マジで？自作だよ。めっちゃびっくりした。字綺麗と思って。クリスタで書いたんだけど、うん、なんかダメだった。ダメだった。筆圧が死んで。まあ、形の最後の角とか形の払いの角とかは消えかけているみたいな主張がむしろそれが良かったんだけど、まあでも良さがある。ちょっとここで一回ミリムさん見とく。バンリー君並べとこ。バンリー君とこれで生きるハサモ。数字がこの場に3人揃って。いやでもねやっぱねリアル数字は強いよ。リアル数字は強いね。やっぱ生きるは圧がある。いやー、伊藤頭はやめてくれって。てかね、いやもうね、こまで言ってね、思ったわ。あ、別に普通に書かなくてもよかった。ふざけて全然よかった。さ、みんなさ、なんかリアルが豊富すぎてさ、あれって思って、あれに遵守してるの俺だけ。いや。さんもちゃんときさんが、そう。ちょっと結構ちゃんと設定に遵守してるから。いやもう何の本かわかんないし。結果豊富だったのってとこあるし。そうだよねって言われてもさ、それはそれで困るよ。どういう設定の充実ですか。結局小生が一番だよねって意味だから。どっちかっていうと座右の銘じゃん。だって異業頭化するんですか。いやしないです。します。します。いやします。しないです。これねこれね、新年の抱負だからね、1年以内なんだ。大丈夫そう？そうだね、大丈夫。貴様らは人間じゃないから対象外だ。あ、よかった。イザベルさんは人間なんだ。あ、僕も一応人間じゃ人間だから。チーム例外もよしとしよう。僕も人間。お前はじゃねえだろ。お前は狐でも神でも人間じゃないだろ。俺はただの狐じゃないよ。いや、家族はありのままを愛してあげるよ。ああ、なるほどね。ありがとう。だが人間ども貴様らは違う。お前らを右く愚かなので、異形頭にして愛そうと思います。よろしくお願いします。人間はあのままの姿が一番美しいじゃないか。なんか始まらない。なんか始まった。ゴゴブラ、趣味悪いよ。生まれながらのあのブサイク加減が最高に。ブサイク言う。いやー、ちょっとね。いや、なんか。やめろ、元人間やぞ。好きだけど、ちょっとブサイクなのは無理。俺面食いだからさ。面食いの面が異形頭に限られる。だいぶ限られたペチになるけど。だってさ、俺がさ全人類をさ改造したらさ、全人類が俺の線に即したイケメンどもが集まっているっていうことでしょ。もう。死んじゃうよね。死んじゃうの。ミュータント化しねえと。やべえ。人類救うためにみんなミュータント化しねえと。バイオハザードの設定と設定で殴り合うのやめてくれ。世界が死んでしまいます。じゃあサイちゃんの新しい目標はミュータント化でよろしい？あれ？あれ？生きるが消された。ミュータント化する。それはさ、生きてこそのものだね。俺がさ、これを成し遂げようとして周りが妨害しようとすることによってさ、結局人類はどこ道滅ぶんだよな。貴様ら2024年など夢に見ないようによろしくお願いします。貴様らは。いやでも人間じゃないから生き残るから安心して。小生が全人類救ってあげるから。ちょっと何言ってるかわかんないんですけど。アコー VS ミリン VS サーイか。バーサスカークライ。またしても何も知らないオリジン。まだにこんなことで笑えてんの僕たちぐらいのもんや。いいんだよ。要は最後の人類だからな。そう、人類の砦やけ。あ、ごめんなさい、あれは何にも知らず周りの人類が滅んでることを知らず、未だに IT を続けることになる。多分ね、そんなこと言われて人類に取りだって言われたもんね、本人言うから誰もそんなこと思っちゃいません。勝手に大泉洋をさ、それはそう、大泉洋を解放しろ。あいつに巻き込まれたのダークライオンなんだよ。まあダークライオンはもうノルマあるんで。ダークライオンさんバーサスノルマあるんで。アコユカ VS ダークライオン VS 大泉を。アコユカ結束すんじゃねえ。なんでこの争い起きたか分からなくなるんだろうそれ。てかアコユカ結束したらいよいよ世界助からなくなる。終わりで。そしたらが一番今じゃないから世界保ててるようなもんやぞ。そうよ。大泉洋が強すぎてアコユカ結束しちゃってる。やばい強いわ。大泉洋が強い。いや大泉洋に何かを知らせるには結束するしかない。やっぱねローカルから来た全国区は強いわ。でも強いな。いや何の話？いやワンチャン。わからん。大泉洋が生き残るってことは最後まで。いやそれを深掘りしたところで。じゃあそれをまた違う企画でどうぞ。じゃあ大泉洋さんからもよろしくお願いします。はい最後だよねこれはい。にふさわしくないんやけど。幸せもうそれが正解。鳥にふさわしくないんだけど。なんかちっちゃく。ちょっと待ってね正直さここまでさわけのわからん戦争を始めといてさ。みんな幸せで全部持ってくのやめよう。争い良くないってことちっぽけになるじゃん。みんな幸せってことは俺が全人類が頭化したら俺が幸せだからいいじゃん。達成されるよ。全人類が幸せにならないと幸せにならないだけど俺が異形頭にしたら全異形頭が幸せになるから幸せじゃん。いや待ってよ異形頭もある意味人類の進化系あれっていうことは別にいやでも人類って書いてないからみんなあ、じゃあいいよ。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 で、ひげわかましちゃおう。まとまったね。やった。やった。じゃあちょっとやってくるわ。手伝うわ。あ、結束が。まあ、ひげ頭かしても別に島の人々は別にあれじゃん。漏れんだったらいいわ。頭をひげ頭にして体から下をミュータントにする。ああ、なるほど。あり？あ、賢い。キモいミュータントじゃん。それもまた新しい人類の形。まあ、それはそれでいいんじゃない？結構便利になるんじゃない？便利だな。さ、ちょっとアフリカはさ人類の代表としてさ、全人類を新たなステップへ導くべきだと思うんだよね。多分ね、人類の敵しかいねえから今、人類悪しかいねえからよね。いやじゃあ結論は人類すべての頭を異形頭にして体をミュータントにするということでよろしいか。あとマステマちゃんは可愛い。あとマステマさんは可愛くない。マスさんは安定してミリムさんとサイカさんは生きてアコウさんは空になってる。空になってる。あれ結局殺しちゃった。繋がった。これでみんな幸せ。みんな幸せ。はい、幸せ。よかったよかった。やっぱ幸せ歪んでたんだって再認識できた。よかった。ありがとうみんな。いや幸せだ。いやこの価値観についてこれない人類は死んでもらおう。さようなら。大体いなくなるわ。大体っていうかまあ全員消すんですけど。まあ助けてって聞こえたら諸説絶対。助けてっていう前に殺せばいいってことでありがとう。なるほど。殺されたその死体をあやかし化して助けてあげて大丈夫。まあそれはそれでいいんじゃない？これはこれ。よそはよそ。うちはうち。お庭外。俺さ、全然関係ないけどさ、今さずっと信号待ってたもん。押しボタン式だってやっぱりな思ったものが今日ねるきくんがさやるって感じを漢字で書けなくて困ってたにもかかわらず平気で殺すっていう話ばっかしてる。まあ編集するのるきさんやから頑張って P を入れてもらって配慮した意味なかった。うまいことやって。結論は？結論は？じゃあアコユカの今年の目標は、はい、頭は異形で体ミュータントにしてみんなで幸せになる。最高に狂ってる。では良い1年を。これじゃあ公式のツイッターでなんか名前の横に書く動画と同時に新年の目標、はい、みんなも保存して神々にしてみんなの資料をぜひ神々にしてください。スマホの背景画面とパソコンのデスクトップ背景画面用の画像を作って貼れるようにしますで多分待ち受けスマホの待ち受けいいの割とバンディ低いんだよ。じゃあサイちゃんはどうぞお好きに。ちょっと生きるデスクトップがダメですいい比率やろはい、では今年その目標に向かって1年頑張っていきましょうはい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。アコイカプロジェクトの共愛の罪二神メアです。私の来年の目標ですが、漢字1文字でこちら短いという漢字短です。まあ抱負を漢字1字にまとめたわけなんですけれども、こちら2つの意味を込めてこの漢字1字短いという字にしました。まず1つ目はですね、短いつまりショートってわけなんですけれども、 YouTube や TikTok などに縦動画のいわゆるショート動画、これまでもアコユカプロジェクトのショート動画メアは、いろいろ制作に関わってきましたが、来年以降もしっかり力を入れて頑張っていきたいなという気持ちをこの漢字に込めました。もう一つなんですけれども、この動画の撮影方法が他のメンバーと全然違うことにも関係が実はございまして、この抱負の画像の提出期限を大きく2回に分けて提示されたにもかかわらず、そのどちらにも間に合わせることができなかったというまさかの展開でした。本当にごめんなさい。もうね、今年からはね、やると決めたら早く手早く迷う時間を短くして取り組みたいなという気持ちを込めてこの一字に託します。ということで今年の抱負は短いということです。以上、二神メアでした。バイバイ。